トライアンフモーターカンパニーは、イギリスに、かつて存在した自動車メーカー及びブランド。現在、トライアンフの商標は BMW が所有している。トライアンフの始まりは、ジークフリートベッドマンが1885年に創立した S ベットマン &CO であり、同社はヨーロッパから自転車を輸入し、自身の名を付けて、ロンドンで販売していた。トライアンフの商標は、 翌年に定められ、1887年に、ベッドマンは、パートナーのモリッツ・シュルトと手を組んだ。1889年に、両者は、コベントリーで、自身の手による自転車の製造を始めた。1923年トライアンフ10、20会社は1897年に、トライアンフサイクル CO、リミテッドと改名した。1902年には、トライアンフモーターサイクルが、 コベントリーのマッチパークストリートに設立された。当初彼らは他の会社から購入したエンジンを使用したがビジネスの成功に伴い彼らは間もなく自身でエンジンを製造し始めた。1907年に彼らは新たな工場を建設するためにプライオリーストリートに面した宝石工場の建物を購入した。第一次世界大戦の間に イギリス陸軍から 550cc のモデル H が大量に注文された。1918年までにトライアンフがイギリスで最大のオートバイメーカーとなった。1931年トライアンフスーパー級4ドアツアラー1921年、ベットマンはゼネラルマネージャーのクロード・ホルブルックから説得され、同村カーカンパニーの資産とクレーレインの建物を得て、 自動車の生産を始めた。リー・フランシス設計の1.24リッターのエンジンを積んだ車は、トライアンフ10、20と名付けられ、1台売れることにロイヤリティが支払われた。この車及び後継者の生産はそれほど多くなかったが、1927年に導入されたトライアンフスーパー7からは生産量が変化し、1934年まで多くの車両が販売された。 九百三十四年トライアンフグロリアシックス九百三十六年トライアンフグロリアサザンクロス十点八 h p 九百三十七年トライアンフドロマイトロードスター九百三十年に会社の名前はトライアンフモーターカンパニーと変更されたホルブルックは市場においてより大きな自動車会社とは争うことができないと実感し彼は高級車の生産に注力することを決め サザンクロスとグロリアを投入した。これらのモデルは当初コベントリークライマックスが設計し、トライアンフが製造したエンジンを搭載したが、1937年にトライアンフはドナルド・ヒーリーの設計による自身のエンジンを生産し始めた。ヒーリーは1934年から会社の実験部長を務めていた。しかしながら同社は財政的な問題に遭遇した。 トライアンフの自転車及びオートバイの生産事業は1936年に売却され、オートバイ事業はジャック・サングスターによってトライアンフエンジニアリングと改名された。ヒーリーはアルファロメオ 8C2300 を購入、アルファに換化され、直列8気筒エンジンを搭載したトライアンフドロマイトを開発した。それは1934年に3台が生産され、 そのうちの一台はレースでのアクシデントで破壊された。1937年から40年にかけて生産されたドロマイトはこれらのプロトタイプとは無関係であった。1939年7月、トライアンフモーターカンパニーに対して工場と生産設備の買収提案がなされた。トーマス W ワードリミテッドが同社を買収し、ヒーリーを社長に指名した。しかしながら、 第二次世界大戦の影響で車の生産は停止し、1940年には、ホルブルックが購入したレーンの工場が爆撃によって、完全に破壊された。1946年トライアンフ1800、ロードスター1944年11月、トライアンフモーターカンパニーの残された資産と、トライアンフの商標は、スタンダードモーターカンパニーによって買収された。同社は、 トライアンフモーターカンパニーリミテッドを子会社としてコベントリー郊外管理のスタンダードの工場で生産を始めた。トライアンフの新たなオーナーは1938年以降、ジャガーとその前身に対してエンジンを供給していた。スタンダードトライアンフのジョーム・ジョン・ブラック卿と、ジャガーの創業者でデザイナーのウィリアム・ライオンズとの議論の後、ブラックの目的は トライアンフの名前の権利と破産した事業の残りを得ることで間もなく現れる戦後のジャガーと争うことのできる車を作ることであった。戦前のトライアンフモデルは復活しなかった。そして1946年に新たなトライアンフが発表された。それはトライアンフロードスターから始められた。ロードスターは鋼が不足していたためアルミ製のボディを採用した。 当時は航空機用の余剰アルミニウムが豊富に存在していた。同じエンジンが1800タウンカントリーサルーンに使用された。それは後にトライアンフレナウンと名付けられ、ジョン・ブラック卿によって選ばれたトライアンフのスタイルが採用された。同様のスタイルは後継のトライアンフ名フラワーライトサルーンにも採用された。これら3つのモデルは戦前のモデルに使われた。 グローブバッジが取り付けられた。ブラック卿が会社を辞めることとなり、これらのモデルの後継者は開発されなかった。アルミータはひどく高価になり、自動車産業では大部分が後半を使用するようになった。1950年トライアンフメイフラワー1955年トライアンフ TR に1950年代初期にトライアンフの名前はスポーツカー。 スタンダードの名前はサルーンに使用されることが決定した。1953年に最初の TR シリーズとしてトライアンフ TR2 が発表された。TR シリーズはその後1981年まで生産された。奇妙なことに TR には前面にスタンダードのバッジが取り付けられ、ホイールキャップにはトライアンフグローブがあしらわれた。スタンダードは小型サルーンを スタンダード8及び、1として生産し、その後継者の開発に取り組んでいた。TR シリーズの成功は、トライアンフの名が、スタンダードよりも、市場向きの名称であると考えられることを意味していた。そして、1959年に発表された新車は、トライアンフヘラルドと名付けられた。イギリスで製造された最後のスタンダード車は、1963年に、 トライアンフ2000によって取って代わられた。1960年トライアンフヘラルド 948cc クーペ1955年から57年トライアンフ TR31970 年トライアンフビデスマークニコンバーチブルスタンダードトライアンフは1960年12月にレーランドモーターズによって買収された。ドナルド・ストークスが1963年に スタンダードトライアンフ部門の会長になった。さらなる合併により1968年にはブリティッシュレイランドモーターが形成された。トライアンフは1959年にリバプールのスピークに組み立て工場を建設。その後も近代的な工場を徐々に増やし、年に10万台を生産できるようになった。しかしながら生産施設が完全に活用されることはなく、最大で、 年3万台が生産されただけだった。60年代から70年代にかけてトライアンフは、その中には16バルブの4気筒エンジンを搭載した73年型ドロマイトスプリントも含まれた。この頃のトライアンフは信頼性が低く、特に2.5パイは、その噴射の問題が多発した。オーストラリアでは、夏季の高温のため電気燃料ポンプの中で燃料が、 気化しかし、頻繁なご動作につながった。燃料噴射システムは国際競争の中でその性能を証明していたが、それは海抜3000フィート以上の高地において燃料混合物を調整するための機能が欠けていた。ルーカスの燃料噴射システムは人気がなく、ルーカスはそれをさらに開発しようとは思わなかった。スタンダードトライアンフのディーラーは関連工場や フィールドベースの訓練コースに出席するのを嫌っていた。レーランドやブリティッシュレーランドの参加にあった頃のトライアンフは、1970年代中頃にすべての自動車のモデルやブランドが短期間、レーランドカーズとしてまとめられた時期を除いて、大部分の期間、ローバートライアンフ、後にはジャガーローバートライアンフの名称で特別部門として生産が行われた。 1973年トライアンフスピットファイア、ローバートライアンフとして、すべてが新しく開発されたトライアンフは TR7 のみで、それは生産工場が3つ連続して閉鎖されたという不幸に見舞われた。スピーク工場はレイランド時代に十分に機能せず、続いてスタンダードのオリジナルの工場であったカンリー、そして最後はローバーのソリフル工場であった。 スピーク工場が閉鎖された時 TR7 をベースとした生産車種の拡大計画は終了した。4気筒の TR7 と短命に終わった8気筒拡大型の TR8 はソリフル工場のロードカー生産ラインが閉鎖された時にその生涯を終えた。トライアンフとしての最後のモデルはアクレームであった。これは1981年に投入されたがホンダのバラードを オックスフォードのカリーに所在するもと、モーリスの工場でライセンス生産したものであった。1984年に新型シビック、バラードがローバー200として生産されることとなり、トライアンフの名は消滅した。ブリティッシュレーランドの自動車部門もオースティンローバーグループと名乗ることとなり、モーリスの名もトライアンフ同様消滅した。 1974年トライアンフ GT6 クーペ1976年トライアンフ TR6 トライアンフの商標は現在 BMW が所有している。BMW は1994年にローバーグループを買収し2000年にローバーを売却したがその際にトライアンフの商標は手放さなかった。ローバーを買収した。 フェニックス・コンソーシアムは、トライアンフの商標を買収しようと試みたが、BMW はこれを拒絶し、フェニックスがもしそれを主張するならば、取引は破断になると宣言した。スタンダードの商標は、ブリティッシュ・モーター・ヘディテージに譲渡された。同商標は、現在もブリティッシュ・モーター・ヘディテージが保有し、同社は、トライアンフの商標もスペアパーツや現存する。 トライアンフ社の整備に関して使用することができる。トライアンフは、ライレイやミニ同様現在も BMW が保有している。2007年後半、オートエクスプレス市は、トライアンフが BMW 参加で復活するという噂が、現在も続いているとし、新型の TR4 のイメージ図とともに掲載した。BMW は、この件に関して公式にコメントしなかった。 トライアンフ2.5パイ1973年、トライアンフドロマイトスプリント1982年トライアンフ TR、7カブリオレ1983年トライアンフ、アクレームトライアンフリンクス。ありがとうございます。